なんとなくネットカフェに泊まりたくなってですね、ちょっとやってきました。怪物クラブですね。ちょっと今日もここで一泊しようかなと思います。料金表をチェックしましょう。時刻はもう11時過ぎと遅いので、ナイト8時間パックの1410円を狙っていこうと思います。中に入ると、まあさながらホラー映画のセットのような感じですが、店内はもうただのカフェみたいなもんですね。飲み放題カフェを通り過ぎると、個室利用者だけに侵入が許される空間があります。無料貸し出し品のブランケットをしっかりと握りしめてですね、奥を歩いていきますと部屋がたくさん43号室へと進みます。カードキーで何やら廊下の奥から謎の声が聞こえてきてですね、一瞬あの声かと思ったんですが、どうやらこの壁の奥はカラオケルームのようでして、どうやらあの声ではなかったということで、まあ、ちょっと残念がっている様子ですね。中に入るとパソコンがお帰りと言ってくれているような気がしましたね。パソコンはなぜかデフォルト画面じゃなくてニュースの画面になってまして、まあ前回の利用者が見ていたということが垣間見えるですね。突然ですが、ネットカフェでテレビゲームができるかどうかちょっと気になりませんか？あ、そうでもないですか。ちょっと念のためですね、今日持ってきました。なんだあれ。ちょっと待ってください。すいません。うわ、なんか穴開いておりますね。ちょいいですか。すいません。なんか奥あれ穴開いておりますね。なんか嫌ですが、まあいいでしょう。さあちょっとね、牙取り直してですね、今回ちょっと一応テレビゲーム持ってきたんでご紹介します、ね、重いっちゃうねこれ。よし、今回持ってきたゲームです。デュデュン、プレイステーション4ですね、持ってきました。これ重いっちゃうね結構ね。ちょっと今回ね、このプレイ4がここでできるかどうかはちょっと検証していこうかなと思います。一旦ちょっとまずコンセントを挿します。コンセントはここにあるんで挿しますね。よし、これで一応コンセントが刺さりましたね。問題はこの HDMI ケーブルっちゃんね、この HDMI ケーブルバー刺すところがあるかどうかが問題ですね。これがですね、あるかな。この辺開くんかな。これなんだろうな。これパソコンやけど、これ切っちゃいかんもんね。これは多分違うっすよね。開かんもんね、ここはね。なんかあんま無理すると壊しそうやけど、やめときますか。いや、ちょっとせっかく持ってきたんで諦めたくないっすね。ちょっと裏見てみますか。このちょっとね、スマホのライトバー使って見ていこうかなと思います。ちょっと裏でね、見てみこうか。開いたー。ちょっとここで打ちましたね。多分紙ないっすね。もうちょっと天井に気をつけながらいきます。よいしょ。どうすかね、ありますかね。あ、ありますね。よし、来ました来ました、チェックメイト。普通にパソコンの画面でテレビゲーム確か繋いだらできましたよね。できんやったっけな。ちょっとあんまりなんか深く扱わんがいいな、設定とか。この開発のシステムを多分一旦閉じんといかん気がするけ、ちょっとやめておきましょうかね。ちゅうことで、ちょっとうまくいかんみたいですね。もし過去になんかやってみた人がおったら教えてほしいですね。まあ別に今後多分ネカフェでテレビゲームをするかって言われたら多分船長終わって。じゃあね、せっかく持ってきてもらって、ちょっと今回おとなしくスイッチバー切ろうかなと思います。ただいきなり急に切るとね、なんかめんどくさいことになるっちゃね、プレイ4とか。なんか切り方がまずかったです中に注意されるけん。あれ、違ったかな。
ちゅうことですね。なんか、急に暇になったけんね。ちょっと、飲み放題カフェに行こうかなと思います。ちょっと、行きますか。部屋を出てですね、廊下を向かいましょう。漫画村を抜けた先に、いつものドリンクバーがございます。大半の飲み物はあると思うので、今回は、あやたかのホットにしました。だいぶ見慣れた景色ですね。もう庭と言いますか、もはや家。お待たせいたしました。あやたかのホットでございます。今夜はですね、漫画よりも雑誌を読む気分でしたので、まあ、とある雑誌を探しているところですが、なかなか見つけることができなくてですね、パチンコではないんですよね。ようやく見つけました。こちらファミ通という、まあ、ゲームの雑誌ですね。あやたかがクソ熱いんですよね。ホットというよりはボイリングウォーターって言った方が正しいんじゃねえかと思いましたね。熱すぎて唇にお湯が触れて熱っちなるあの瞬間が怖くてですね、ちょっとビビってなかなか飲めないという状況ですね。このゲーム雑誌によると、まあ、最近の売り上げといいますかランキングで1位に君臨しているのがスイッチのポケモンですね。スカーレット・バイオレットというやつですね。自分ポケモンは最後にやったのがルビー・サファイアで止まっておりまして、まあゲームボーイ・アドバンスというやつですね。多分今ほとんどの人が知らないと思いますが、小学校の時によく友達と集まって通信ケーブルという、まあ、アナログな線でですねゲーム機同士をつないでよくポケモン交換を行っておりましたね。懐かしいですね。自分語りばかりで申し訳ないですが、ゲーム好きなんですよね。ゲームプレイするのも好きだし、その開発する側にもなってみたかったなぁという思いはありますね。まあ、プログラミングとかグラフィックデザイナーとか CG とか、まあ、映像制作みたいなパソコンを使ったような仕事をしてみたかったなぁとか思ったりしますね。でもなぜか今薬学部の大学生をしております。まあこの27年間、まあ、全て自分で選んできた道なんですが、とはいえまあ半分以上は周りに流されたというような状況ですよね。まあグラフィックデザイナーになりたいと、まあ、親に打ち明けたことがあったんですが、まあ、資格がなくて将来不安定になるからやめろということを言われてですね、まあ、特に自分の意思を押し通すこともなく、ああそうかとまあ受け入れてですね、まあ言われるがままに進んできた今、まあ、ちょっと後悔しているという状況ですよね。なのでね、もしまだまだ選択の余地がある方にはぜひね自分の意思を貫き通してほしいなと思います。後悔することになりますけんね、まあ、とはいえ私の人生もまだまだ長いので、まあ、これからはですね自分に嘘をつかず自分の意思を貫いて生きていけたらなと思っております。よし、ちゅうことでね、ちょっと明日ももう大学で朝早いけんですね、そろそろ寝ようかなと思います。なんか急に編集のテイスト変わった動画ばらすけん、ちょっと視聴者さんもね、なんか戸惑っとるわって、ちょっとね、申し訳ないですね。本当はね、ああいうなんかこう、凝ったような、なんか、そうですね、ちょっとへぶりましたね。まあ、いずれですね、もうちょっとこう、チャンネルが成長したらですね、ゆるい動画と、凝った動画、凝った編集の動画とかは、まあ、きちんとこう、チャンネルごとに分けようと思ってるんで。ほっ。くせえやつだ。まあ、そうっすね。まあ、なかなか、ん?やかましっかじゃん。おら。